こんにちは、水彩画家のアリストレーターです。今日はね、お仕事風景だよ。別にこの PR は案件じゃないんだけど、このシリーズがね面白くて好きなんでね、個人的に紹介しちゃおうかなと思って。これはさ、ロイス・マクマスター・ビジョルト先生が書いている魔術師ペンリックっていうシリーズの日本語訳のね3作目の作品をの表紙を書いてるところなんだけど、ありがたいことにさ、1作目から声をかけていただいて、自分の中でもね思い入れが強い作品なんですよ。シリーズってことでさ、続きものなんだけど、エピソードがそれぞれ独立してて、1巻につき3つのエピソードが入ってんのね。だから今回から入っても全然大丈夫。ただ時系列は1作目から読んだがわかるかなとは思います。なんかネタバレができないからあんまり内容は言えないんだけど、長編の映画とか小説を読み終わった後にしばらく心の中にぽっかり穴が開くじゃない。ああいう系のね、没入できる一冊ですよ。なんかすっごい宣伝っぽくなったけど、東京創原社から今日発売、原作は続いてるので次も